皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は起業したての女性が最初に取り掛かるべき SNS 集客ツールは何がいいということについてお話をしてみたいと思います。起業したての頃っていうのは、やみこもに集客をしてしまう時期なんですけれども、 SNS ツールも非常にたくさんいろんなものが氾濫しています。その前にですね、まず SNS ツールの SNS っていう言葉、こちらについてもちょっと解説すると、ソーシャルネットワークシステムっていうことで、頭頭文字を取って SNS っていうふうに使っているので、おおよそそうですね、無料で提供されているようなケースが多い、他の会社さんが提供しているブログシステムであったりとか、動画配信システムであったりとか、そちらの方を利用して集客をしていくっていう手法になります。例えば、ブログっていうところで言うと、有名なのはアメブロだと思います。以前はですね、アメブロ、いろいろアメブロも変遷があってですね、最初は特に商用利用云々ってことを言われてなくて、それで結構いろんな教室の先生とか、あとお仕事に使う方が非常に増えて、芸能人の方もよく使うので、それで結局すごく人気っていうか、いろいろ人がたくさんいるような、そういう形になったのがアメブロ で、ある時ですね、商用利用禁止っていうことになって、実際に見せしめ的な感じでですね、ブログが消されてしまったりとか、いろいろとそういう事件とかもあったりしたんですが、つい先日ですね、また商用利用 OK ということに変わったので、またこれから少し盛り上がりを見せていくようになっていくんではないのかなというふうに思っているのが、SNS ツールとして考えるべきブログシステムのうちのアメブロというものなんですね。他には FC2 とかですね、ライブドアとかシーサーとかココログとか、いろいろあるんです。ヤフーブログとかですね、あるんですが、昔も今も変わらず、その外部ブログでおすすめのところはどこですかっていうふうに言われた時には、やはりアメブロなんだろうなっていうふうには思っています。で、アメブロがいい理由っていうのは、いくつかあるんですけれども、一つはやはり登録している人がそもそも多いっていうことですね。登録している人が多いっていうことは、例えばあなたがお店を出す場合に、路面店に出すのか路地裏に出すのかっていう違いがあるぐらいのインパクトがあります。路面店に出す方が人通りは多いので、見てもらえる確率が高いです。その代わり路面には何個も何個もお店が並んでいるので、比較されやすいっていうデメリットもあります。その中で際立つような、目に留まるような店舗作りができていれば、人はまさか入ってくるっていう、そういう状況を作ることができますので、アメブロっていうのは、そういったちょっとショッピングモールにお店を出すようなイメージに近いブログシステムなんですね。で、私も写真をやっていたので、エキサイトとかは写真をやってる方には写真を大きく載せられるとか、そういう部分では人気の、サイトではあったんですけれども、集客っていうことに特化して考えると、外から何か検索をして探してもらってたどり着くっていうことを目的にした人寄せ、人集めということにやった場合に、エキサイト写真は綺麗なんですけれども、そこまでは人集めの効果は強くはないんですよね。やはり人数、母体が多いということで、アメブロっていうのは昔も今も、検索されやすくたどり着きやすいっていう、そういうメリットがありますので、アメブロっていう外部ブログ、 SNS 的に言うのは、ブログとしては有名どころで活用したいアイテムの一個になります。そして、他には私なんかはよく使っています、今こうやって撮っている動画、 YouTube ですね。これはもう数年、私はそうですね、まだ YouTuber とかが出てくる前から動画の編集とかはやっていた人で、その時代に比べたら今ははるかに動画の編集もスマホ1台でできてしまいますし、とても楽な時代になったなっていうのが正直な感想です。で、ブロードキャスティング、こうやって自分で声できちんと発信する、さながらテレビのような、自分のマイテレビのような状態でですね、動画を撮って個人が気軽に発信できるっていう非常に良い時代になりました。なので、動画 YouTube も当然使用に関しては無料ということになってますので、動画関係だと YouTube になります。
で、最近台頭してきるところの若い方、ないしは写真好きな方からっていうところで言うとインスタグラムですね。で、一つこう会社の親子関係で考えるとですね、 Google の子会社に YouTube があり、 Facebook の子会社にインスタグラムがあるんですね。だから例えば広告を Facebook で出すと連動して Instagram に出すこともできるとか、まあ、要は買収で子供になっていってるわけなんですけど、まあ、そういうところを考える上で、まあ、Facebook 離れをしているっていう話も当然聞いたりとかしますし、ビジネスをやってる人しか Facebook はやってないとかっていう話も聞いたりします。なのでご自身のやってる業種業態の属性が Facebook が向いてんのか Instagram が向いてんのか、ブログがいいのか動画がいいのかとか、まあ、いろいろあるんですけれども、そのうちの手軽で、つながりやすい、気軽にいいねをしやすいっていうことでインスタグラムっていうのは最近台頭してきているアイテムの一個です。ただその手軽に投稿できるっていうことは皆さんが手軽に投稿できるわけなので、写真のクオリティがめちゃめちゃ高いか、テーマがすごくこう凝ったテーマで、わこの人のインスタ見たいなっていう、そういうものでないと逆に残っていけない、まあ、インスタグラムのインフルエンサーっていう方なんかは、例えばあの企業さんからですね、その綺麗なレシピとか写真とか、それであなたのそのテイストで撮ってくださいと依頼されて、例えばそれが5万とか10万とかになったりするお仕事になるとかっていう話も聞いたことあります。なのでインスタグラマーになるためにはみたいな講座とかもあったりするぐらいなので、インスタグラマーになりたかったらもちろんそれで構わないんですけど、おそらく皆さんが目指すべきなのは、まあ、起業して自分のサービスを知ってもらうためにお客様を呼ぶためにインスタグラムを使うっていうことになると思うので、あのインスタグラマーになる使い方と違うと思うんですよね。それは YouTube も一緒だと思います。で最近はだから Facebook よりは Instagram っていう方が増えてるっていう最近の事情ですね。これまた時代が変わると変わったりとかします。時代が変わったことでソーシャルネットワークシステムでなくなったものとかは、 Mixi とかはまあ未だに根強い人気がある人にはあるみたいですけど、全般的にはもうほぼほぼ下火っていう傾向の方に落ちていってるので、あの物は時代によって移り変わりはあります。 Facebook も一時期ほどは人気がない、ただ使ってる人は使ってますし、私も使ってます。ビジネスやってる人は名刺代わりにやはりあの繋がった時に名刺が切れてるとか持ってなかったとしても Facebook ID 交換しようとかっていうと、その人が一体どんな活動してどんな発言してるかがタイムラインで一覧で見れますからね。そういう意味ではなんか名刺よりいいのかなっていうふうに思ったりすることはあります。なのでまあ、今ブログ、YouTube、Facebook、Instagram って言いました。あとは Twitter とかも最近またちょっと復活してきてるみたいです。あの私自身はすいません、 Twitter はねそんなに上手に運用できてないんですよ。あのバズるとかっていう言葉あるみたいですけどね、 Twitter でこうリツイート何百万件とかっていうあの話とかありますね。最近で言うとあの ZOZO タウンの社長さんがですね100万円プレゼントみたいなので、あの史上最高のなんかリツイート件数みたいな感じでね、あの話をあったと思うんですけどもね、あの何かそういうこう拡散、短い言葉で拡散効果を狙う時にはツイッターっていうのは非常にいいものなんだろうなっていう、そういう感覚はあったりしています。なのでまあいろいろとありますよね。で、あの今回のテーマは最初に取り掛かるべき SNS 集客ツールは何なのっていう話になるので、まあ、その核心についてお伝えしていきたいんですが、あのまずですね、集客っていう大きな概念を考えた時に点で考えない方がいいっていうことですね。線もしくは面で考えた方がいい、それが効率のいい集客の仕方ということになります。そうするとどういうことが起こるかっていうと、例えば、ブログだけなんか一生懸命書く、YouTube だけ頑張るっていうふうにすると、その点でしか集客ができない状態になります。で、私は基本線か面でっていうことを、まあ、クライアントさんとかにはお伝えしているので、一番核になる部分はホームページを核にしましょうということはお伝えしています。これはずっと一貫して変わらないし、自分自身がそれが一番いいなと思って私は運営している人なんです。だからよくホームページなんてそんなの持つの大変とか作れないとかっていうことから、だいたい皆さんブログに走ったりとかね、アメブロとかに走ったりするんですけれども、持つべきものはまず核になる自分の、まあ、お城です。ホームページですから、
家ページですからね、ホームページ。これをやはり持つ必要があって、でその中にはもちろん自分自身のプロフィールだったりとか、あと講座の内容であったりとかサービスの内容とかが全て一元化して分かるような内容が書いてあるものがいいですよね。でそこの中に自社ブログっていう形でページを増やしていって、充実したホームページをじっくり時間かけて作っていくっていうのは王道ではあります。まあ、アメブロの記事とその王道の記事とまた書き方が違うんですけど、今回のテーマから若干外れるのでそこは今割愛しますけれども、まずメインのページがあって、そこが最終的に申し込みをしたくなるような制約ができるようなゴールになっているページが作られていること、これがまず一番最初重要になっていて、でそのページを見せるために SNS ツールを使います。アメブロなのか YouTube なのか Twitter なのかインスタなのか Facebook なのか、それを使っていく、このまず設計をすることが大事です。その設計をした後に、じゃあどの SNS ツールがいいのかっていうことで言うと、結論から言うと、私が初めての人にコツコツ頑張って集客するために貯めていかなくてはいけないツールでおすすめしているのがブログと YouTube です。文章と動画です。で、文章をね、書くの苦手な人は動画から入った方がいいと思いますし、喋ったり映像に映るのが苦手な人はブログから行ってもいいと思うんですけど、両方持ってると非常に強いです。で、なぜこの2つがいいかっていうと、インターネット上に住所、URL と呼ばれるアメブロにしても YouTube にしてもそれが残るので、ずっと集客し続けてくれます。だから私が7年前に書いたブログからでも今の私のサイトにちゃんと引っ張る設計をしてあれば、何年経っても、私のサイトに自動集客をし続けてくれるという最強のツールですね。なのでブログと YouTube っていうのは、まあ、そういう効果がありますので、最初に取り組むべき、しかも長期案件としてもきちんと取り組むべきものはブログと YouTube だと私は思ってます。で、Instagram とか Facebook とか Twitter っていうのは拡散にすごい得意なので、一過性の今のイベントとか、今の自分ってどんな感じっていうのをライトにこうこまめに伝えていくっていう、そういうツールに非常に向いていて、長期案件っていうよりは、日々のことを伝えることによって信頼してもらえる信頼構築ツールだなっていうふうに思っているので、ちょっと使い方が違います。なので初期の人はまず信頼構築をしていかないといけないので、発信量が圧倒的に足りないんですね、今まで仕事をやってきてる人からすると。なのでよく聞かれますけれどもね、ブログを始めたんですけど全然反応がありませんとかっていう話で、2ヶ月ぐらいですよ。で、どれぐらいじゃあ毎日書いてるんですかって話したら、いや1週間に1遍ぐらいとか、それは無理ですっていう話になるので、初期の頃は量が必要になるのが残念ながらブログも動画も一定の量が必要になります。おおよそ私の目安としては1000という数字を目指してほしいということをお願いしています。ブログ1日1記事レベルで書いていくと365なんで3年、YouTube も1日1動画レベルで3年です。だけれども1年でどうにかしたかったら80記事ないしは80本あたりをやっていくと1000っていう数字に達して、でこれ統計取ってるんですけど、1000超えるか超えないかっていうこの1000っていう数字がね、何か一つの基準になっていて、そこを超えたあたりから反応が変わります。だから反応を早く変えたかったら1000記事ないしは1000動画とかを早くやっていくぐらいの勢いでやるといいと思うので、1日3記事3ブログとかやっていくとですね、結構いいペースになっていきますけれどもね。それでも1000っていうのはなかなかね、ハードル高い内容なので、そこまでじゃないにしても、最初に何からって言ったら、後々財産になるものから、トライをしていった方がいい。そしてその時には動線設計をきちんと考えた上でツールを使っていった方がいい。ということで、一番最初に作るのはホームページ。そしてそこに人寄せをするのに長期的にじっくり取り組むべきなのがブログと YouTube。っていう、その感覚が私がおすすめしたい、企業仕立ての女性が取り掛かる SNS ツールということで2つおすすめしたいということで、こちらの方をご案内させていただきました。ご参考にしてください。それでは。